ワクチンを2回打ってですね。あ、打ったんですね。なった後に打ってですね。2回打つとあって、2回打ってですね。なってるかもしれないけど、はい、そうですね、はい。もう検査しましたけど、大丈夫です。こんなさい本当に有名やん。何人か来てくれてます。正解と今回もあの試合終わって、はい、毎試合あの来させてもらってちょっと何かの力になれればなと思って、ちょっとファイトマネーの4回戦のファイトマネーでちょっと使ってほしいなと思って、ちょっと子供たちの何かにやってもらえたら嬉しいなと思って。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。いろいろとしていただいて、ありがとうございます。あの前回の方もあの子どもたちにあのちょっと配らさせてもらいまして、させてもらったんですけど、はい、平日やとちょっと子どもたちがあの、はい、なかなかあのクラブの兼ね合いとかで、はい、なかなかイベントがちょっと難しかったので、はい、次からちょっと土日で。すいません、はい。はい。ちょっとでもなんかできれば。言ってもらえれば嬉しいです。お願いします。子供たちに有名、あの人気者なんで、ほんまに。僕はこんな感じなんですけど、ちょっと戦って頑張ってる感じなんですけども、ここはもう、はい、はい、もう人気者で。ありがとうございます。つながりのグループ名があればね、なんとか広場みたいな風にできるんですけども、はい、まあ、なんかそんな、はい、そんな感じで使えたら、みんなが、行事ちゃんとかが、この砂場かなって、格闘家と YouTuber が作ってくれて、どうやって砂遊びできたりしたら、また、なんかこう、はい、僕らの輪も広がったりするのかなとか。僕らもっと、そのぐらいでかくなれるような。ああ、いいですね、そういうことなんだ、はい、まあ。いやいやいや、はい、まあ、でも毎試合、僕もやるってあの決めて、はい、それと、はい。はい、はい、ちょっとビビたるもんでしかならないですけど、はい、気持ちでちょっとやらせてもらいたいんで、子供のために、はい、ちょっともっと大きい試合で勝てるように頑張ります。はい、砂場作ってくれ、言えるように、はい、頑張ります。スポンサーさん、お願いします。お願いします。子供らはね、あの前回もお年玉ご強力。あ、本当ですか。はい、よかったです。子供たちちょっと呼びます。あ、はい、よろしいですか。はい、で呼んじゃうと長くなっちゃうので。あ、全然、はい、ちょっとでも、はい。何代ですか。何代にします。わかりました。じゃちょっと資格を変えてる子もいますので。はい、わかりました。すいません。高校生の子はこの間、あの、はい、影響か知りませんけど、グローブとミットか。あ、おぉ、すげぇ。全然もう、ね、僕ミット。女性職員はね、いや、もう買いよって。いや、それはね、小学生にちょっと構えろよって、はい、ちょ待ちいいなって、小学生はまずいやろって。チームも体になってくれます。体だけ入ります。体だけ。いや、次回イベントでなんか、はい、ありますね。今回またあのパーカーと千原さんの方とジムの方からあのちょまた6月の初めぐらいに 送ってくれるんで、まだ僕も持ってこさせてもらいます。お願いします。来てもらえれば、あの来て、はい、お願いします。はい、サインはいただけますよ。大丈夫だと思いますよ。いやだよ。いやだよ。女の子には人気ありますけど。いや、それはでもね、ヤクルトに繋がるんですよ。ヤクルトに繋がる。あ、すいません。ありがとうございます。だってニューヨーク再生されてないですよ。ニューヨーク再生ですか。TikTok 内で。ハッシュタグコンコンさん、あの出会わないですか。今うまいよ。どれやったっけ。カズトラ違うな。仕掛けちゃうな。でもこのサインってさ、リーさんと。そう、リーさん合ってるよ。あ、合ってるよ。なんか出ない。本当にさ、あるか。ひさっぽりんだな。ちっちゃ。いや、ひさっぽりんだな。あ、そう。あ、2枚だけ。2枚だけ。最近やっとお前なおかしかった。いや大丈夫よ、体に変えて。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、
なりてれてんねん。YouTuber ええで、俺 YouTuber なりたいねんな言うてたんやろ。なりたいんやろ。YouTuber なりたいっつって。過激に走ったね。はっ元気になれやで、元気。頑張ってね、頑張ってね。最後の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 2時間ラップするから楽しみにしてね。いきます。ありがとうございました。そんな生ハゲみたいに嫌なの。誰でしたか。見たろ、じゃあもう一回やって。あとで飲んできた。じゃあ、すみません。それウルトラマンだった。食べないで、食べないで。いい友達だね。いい友達だね。今度チェックパッチの方が良かった。お疲れ様です。お疲れ様です。今回も前回に僕が試合終わって毎試合ちょっと力が入ってちょっと力が入ってるんですけど、今回もちょっと力が入ってるんですけど、今回もちょっと力が入ってるんですけど、今回平日やから。あ、平日やから。確かに今日土平日なんです。土平日ですよ、ね、めっちゃ集まってくれるんで、良かった。そう、打倒僕ら変わったっすね。本当そうっすね。なんで。いや、子供たちにもう分かってもらえないの認知度つけたんですね。いやいやいや、まあ、でもええこと、ええことっていうか、まあ、ちょっとでも力になれるかなと。一回で終わるんじゃなくて、また次の試合も終わって、ね、ちょっとでも力になれるかなと思ってやりたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。ちょっと最後は大号でちょっと締めますか。お願いします、はい、せーの、大号。大号。え、でもなんか今回ちょっと平日で、あんまりこう前みたいな、前回みたいなイベントじゃないけど、これできなかったんで、まあ、次はちょっと土日に合わせて、ね、もうちょっとこのままちょっとこう笑ってもらう。僕ら結構エンタメなんで、だからもうこのジムちょっと笑ってもらえるような企画を組んで一緒にやりたい。それでちょっと